こんばんは。本日は、インテルアトム330という省電力プロセッサーですね、デュアルコア 1.6GB 動作クロック数 FSB は533です。で、こちらの方を作ってみましたので、でその上でビスタの方ですねを入れてみました。動作面につきましてはアンチウイルス入れていない状態でしたら、ビスタを快適に動作させることもできましたし、一応ですね、こちらのダイレクト X8 で動くワーロックというゲームも少し駒落ちはするんですが動作できます。でこちらの方にウイルスバスターですね2009を入れて正しく動いてくれるかどうか、ちょっと皆様と一緒にご覧、一緒に見てみたいと思います。すいません。ですね、一応アトム330の方ですね、デュアルコアで HT 機能ついてますんでクワッドコアで動きます。で、ビスタなのでやはりメインメモリーの消費容量は大きいです。で、あとですね、メインメモリーの方は1ギガですね、シングルチャンネルです。メモリーバンク1本しかないので、ちょっと作るとき失敗してしまいました。ですね、ビスタの基本スコア2点です。すごく悪いです。それでは、ウイルスバスターインストールしてみたいと思います。まだ入っていない状態ですね。これで準備が整ったのでウイルスバスターを有効にすると。メールアドレスですね。インストール、Google ツールだ。はい、こちらの方で一応有効になった様子です。一応メモリーの消費容量が少しパッと増えたと思うんですが、おそらく今初期のそのウイルスバスターの設定を行っていますので、プロセッサー負荷がかなり急激に上昇をしています。一応この後ですね、Windows Vista 再起動をかけて正しく起動できるかどうか一度ご覧いただきたいと思います。正しく動いている様子をご覧いただけたと思います。それでは一度ですね再起動をかけてみます。こちらのアトム330はデスクトップ用に今リリースされた製品でして、今現在5万円程度で販売されている省電力ミニノートですよね。あちらの方もアトムの N270 の方シングルコアプロセッサーで、HT 機能搭載ですね。そちらの方もアトムになりまして、で Windows XP のアトム N270 搭載モデルでしたら、
ビスタでも、デュアルコアといえど、これだけ軽快に動いてくれますんで、N270 お考えの方は、XP 搭載モデルでしたら、ご購入いただいてもストレス感じることなくご利用いただけると思います。でこちらの方の自作内容をですね、レポートの方、本件の方に掲載していますんで、よければ、見に来ていただければ嬉しいです。これはアトムプラスビスタ特有で、起動には結構時間かかります。で起動してから、操作の方はすぐにできる状態なんですが、ウイルスバスター入れて、むちゃくちゃ重くなるようでしたら、そうですね、やはりオンボードグラフィックが原因という形になってしまうと思います。ネットワーク×が出た状態ですね。今、アクティブになりました。ウイルスバスターの方でウイルスバスターが、アクティブにならないとつながらないという形なんでしょうか。やはりやや重いですね。もう一度起動します。どうしてもウイルスバスター入れると、こちらのトレンドプロテクトというのが、プラグインが入ってしまいますので、動作面は少し遅くなってしまうと思うんですが、あと 3D ゲームですよね。ちょうどこちらの方動いてくれるからですよね。ウイルスバスターびっくりマークついているのは、一応アップデートまだされていませんという形のびっくりマークになりますので、アクティブはアクティブです。やはりちょっと重いですね。ウイルスバスター入れてないときは、先ほどの画面からサクッとこちらの画面に変わるという形でした。コマーシャルが出るんですね。ちょっと録画と時間がなくなってきましたので、一旦失礼させていただきたいと、あとブログの方で詳しく説明させていただきたいと思います。失礼いたします。